将棋将棋の先方拒否者矢倉矢倉ぐら37系、スズメ差しスズメ差しは、将棋の先方、スズメ差しとも表記する。先手腕の場合、一筋に飛び道具と呼ばれる飛車、角、甲などを集中させ、一点突破を狙う作戦。17甲、18飛、6八角、または7九角、2五系の位置に攻め駒を移動させ、13の地点に集中させる。名前の由来は、 六八角、または七九角が一三の地点を狙う格好が、ちょうどスズメを捉えるときに槍を斜めに構える姿に、似ているから、と言われている。この名称を、初めて活字にした、加藤二郎名誉球団は、矢倉で三七桂とする新しい戦法が生まれた頃、先に生まれた矢倉三七銀を銀酢定石、矢倉三七桂型を稽古定石と書き分けていた。その後に、 大阪の高島和樹を球団などが、鈴目差しと口にするのを耳にして、感染期に初めて知るし、いつしか、この故障が定着したという。矢倉がいから生まれた戦法だが、他の戦法とも併用できる。破壊力はあるものの、攻撃を一点に集中させるため、自陣がおろそかになりがちである。また、自分も駒を取られる覚悟で攻めるため、後戻りは許されない戦いになる。 以上から、一番効率の良い攻め時は、相手の玉が端に近い時である。ただし、鈴メ差しを見せて二二金などと悪型で受けさせ、一転して中央で回戦するのがよくある手筋であり、現代でも端で手に入れた駒で、他の筋から手を作るのが定石である。17ス -18 非体制の例は1947年3月4日に行われた第6期名人戦。 1> 第1局、木村吉尾名人対、塚田正雄八段戦で出現している。先手の塚田は1六歩1四歩型に、矢倉3七銀の棒銀から1七甲、1八飛と構えて、橋を攻める、新しい構想を打ち出している。感染記者の倉島武次郎は、加前、塚田八段が放った1七甲、1八飛の奇襲、名人戦最初に現れた。 橋伏ふめと、驚きをもって、新戦法出現を報道しているほか、後に対局者の木村十四世名人は、自戦記で、なお、塚田氏の一七校、一八日の駒組は、現在では、スズメサしと呼ばれていると記している。報じする、スズメサしの飛車先を二六歩で止めて二五カツラ1、3、K、なりとする攻撃方法の総案者は、増田構造実力制。 第四代名人と言われている。二六歩の一歩止めのルーツは、遡ると、角落ちの矢倉戦法に現れているという。そして、関成年間の、将棋指南者を解体したとされる、正午時代に、現在も知られる右島飛車から二六歩止めで二五、桂に四銀四五歩と改戦する、矢倉崩しが示されている。関戦記者の東公平によると、 マスダは1953年頃から起戦で採用し始めたという。第1号局は1953年7月1日王座戦、マルタ雄三戦とされ、マルタは銀矢倉ら88銀型で迎え撃ち勝利している。その後も1953年8月1日王将戦、原田康夫戦、1953年9月3日、本間総越戦、 1953年10月8日、熊谷達人戦、1954年3月6日順以前、花村元次戦と、増田はいずれも後鉄外で採用し、相手側の陣を歪ませておき、途中で飛車を八筋に戻している。そして、増田流の三七軽戦法の三人目の対戦者となった本間は俺を小馬鹿にした差し方と見ると同時に腹を立てたというが、やられてみると、 やはりマスダさんは天才だなと新戦法の威力に降参しつつ惨事を呈したという。このマスダ流が矢倉戦法における新しい感覚として注目され、当時の機会でにわかに刺されることになったという。一方で1954年4月12日名人戦、大山安春戦では先手の大山が採用。小手マスダは14法に二玉型で迎え撃っている。 その後、マスダ以外は、ほとんどを、先手番での作戦として指した。以後トップクラスの騎士の間で指されるようになり、中でも1979年の名人戦は、スズ刺しシ,シリーズと呼ばれたほど、スズメ刺しが登場した。名人戦の対局者の一人であった、米長国を執筆の競合向け上席書、米長の将棋の矢倉戦法の巻は、8割以上を、ズメ刺しが占めている。 しかし、天敵が暴銀と判明する。八八玉型は、暴銀側が有利と分かったためなら九玉型へ移っていったものの、受けつぶしになりかねず、次第に減っていった。そして後手に、菊水ヤグに組まれると、後手玉が二位にいるため十分な脅威を与えられなくなるのが、決定的だった。いかにも雀差しらしい橋への速攻作戦がうまくいかないことで、 その後はいつでも攻めるぞとスズメサシの体勢だけを組んで、相手陣を二二銀や二二金、二四銀の手を誘って、反対の先手玉頭方面の盛り上げや、相手銀の左右分裂によって中央が薄くなるので、そちらに攻撃の指順を合わせるなど、体勢を作りながら、橋を攻めるのではなく、別の戦いにするという方向に進んで、速攻性を失っていった。 そこで現れたのが二級飛先鋒である。相手が棒銀模様の際に弾の入場を遅らせて二級飛と間合いを図るのがこの作戦の骨子で七筋からの攻めには六筋から盛り上がり棒銀に対しては五級飛から中央を破る狙いがある。しかし、後手にも手待ちをされると先手からの手作りに苦慮することの他、非戦太いやぐらの流星により右銀を二六へ。 進出させるスズメ刺しが開発されると棒銀よりも早い攻撃体制となって、その優秀性から従来のスズメ刺しそのものが衰退した。これを受け、二級飛戦法までも決定的な対策を見ないまま刺されなくなった。しかし、この間合いを図る手法は森下シ,システムに応用されることになる。プロ規戦では1980年代前半の時期、 先手の主流作戦となった非戦太い矢倉のズめ、差し方対策に、後手側は弾を入場せず、攻撃体制を敷く急戦矢倉を施行するようになっていった。そして1990年代に、倉の先手塚は、後手の急戦矢倉施行を牽制しながら、駒組みを進めて、先手の有利性を担保する森下システムが台頭する。以降、 先手の攻撃陣用は 37K-38 比 -46 銀スタイルに移行し、スズメ刺しはあまり刺されなくなっていった。ところが、先手の森下システムに対して、今度は後手からスズメ刺しで攻撃する刺し方が、棋戦に次々と登場して、森下システムを攻略し出していき、これによりこの戦法の有用性が突然、認識されていく。 森下システムでは早々と右金を六七に上げてしまうので、飛車を切ることがよくある。この線形では横からの攻めに弱くなる。また玉を早々に入場させることもあり、玉が鈴目差しの狙いとなる端に近くなり、鈴目差しは最も効果的な対策となった。これが最盛期には先手の勝率が七割を誇った森下システムがあまり刺されなくなった原因であるが、こうして、 しばらく先手の森下システム対策として、後手番から指すことがある程度となっていく。その後、森下システム側にも、深浦恒一による、対数詰め指し対策が現れ、難解な勝負となる。また2000年以降、だんだんと、ヤグラ戦では先手がどんな作戦であろうと後手外の、作戦として、がっぷり4つの愛ヤグラ戦を執行せず、急戦ヤグラと他人形が主流になるにつれ、 スズメ刺しもヤグラ戦法の主流ではなくなっていく。ただし、アマチュア向けのヤグラ戦法解説書、定石書などでは相変わらずヤグラの代表的戦術として登場している。第一から一図の基本図に二玉と入場している後手に、先手の二五形から後手の二四銀二一三形なりとする。以下同銀一四歩同銀とするのが後手最善の受けになり、 他の王手ではすべて、スズメ刺し側が良くなる。以下は同行同行同比に11交とし、13歩同行同角なり同型となる。ここで多くは、先手3五歩とし、これを同歩は34交と打つ手があり次に3に、構成と金を取れれば、同玉13比なりと突破することができるので、後手は3六角と反撃し、以下は2五歩に5同角に19比と引き。 三五歩には二八甲と打って、三六角には三七銀と角を目標にして、攻めていく。三四角には三七甲一六桂三五甲、二八桂なり一四飛三三歩三四甲、同歩以下、難解な局面が続く。三七銀では三七甲もあり、以下一八歩に九飛一四角三五甲三四歩、二四歩同歩一五銀二五角同甲同歩で、 以下一四銀三五歩四一角一五角二、八比一九角なり一三銀なり同玉二五、比二四銀と進んだ、実践例もある。途中に五角二に四銀も考えられ、以下同角同行同桂同比に三歩といった、進行が予想される。したがって第一から二図から三五歩に変わって三九、こうと力を貯める順も指されていくことになる。第一から一図の二五桂とする前に、 5七角七九玉としてからの2五桂の順が、実現すれば鈴目刺し方が刺しやすいが、5七角に5手も先に2四銀とし、以下七九玉に手損ながら六四角とされれば、2五桂には二五銀同歩に六桂ツがある。この速攻策は、5手の攻撃体制が整わない間に飛車側が、仕掛けて速攻を成功させており、拒飛者側は五八に金がいることで、脇が固い反面。 玉が入場していないので、攻めが切れると大きな反撃の痛手を負う。ただし入場してから仕掛けることができると、ほぼ必勝なので、相手側は迎撃体制を整えて先行する必要がある。特に八八玉入場は棒銀に近いため、鈴目差しを相手にする際は念頭に置いておく必要がある。また、第一から三図のように、 後手は玉を囲いに入れる前に7五歩から7筋の歩を交換して動くことも一つの手段。次に7四銀マイナス7三 k などの攻撃体制にされるとスズメ差し側も脅威となるため、第1から3図のように先手も2五 k と跳ねて、後手に4銀ならば、先手6五歩として、右銀を5七から6六もしくは、左銀を6六に進出させて体制にさせないようにする。 以下四二角に一八広く四歩四六角として四五歩に一九角と、右に角を引いて、相手の攻撃を牽制する指し方もある。その後、1980年代初頭に飛車先、太い矢倉が登場し、先手矢倉2に七歩型の陣形が出現する。そして、スズメ指しとセットで用いられていった。第二から一図は、第一から三図と違って、 カツラバネも後回しにしている。そして18比とすれば、飛車先太っ方の場合は27の隙間がないので、相手に角や銀の交換体制になっても痛手にならない。そして次に14歩ですぐに橋が破られる。18比にいかに二銀とさせて、先手65歩として、右銀を57から66もしくは、左銀を66の他に単に4六角もある。また、 従来のスズメ差し陣であれば四六角二六四角と角交換を迫り、スズメ差し側は二七地点に角を打ち込む隙間があるので交換を避け、そこで後手は以下七四銀の体制を築くことができるのであったが、飛車先太っ方ならば角交換も可能となった。一例として、第二から二図から第二から三図の進行は1982年4月26日の 名人戦、先手、中原誠 VS 後手加藤ひふみ戦。後手棒銀側が角交換に出て、先手は角交換に応じて二六の銀を後手陣の薄くなった中央に展開。後手陣形が崩れている上に、左右の銀が完全に遊びごまと化してしまっている。さらに、飛車先太型であれば、従来の鈴目差しと違って、右銀を三七から二六。 さらに二五に進出させて、棒銀のように刺す手段や、二六銀マイナス三七桂から二五桂のかつら羽根、ね、橋攻めと三五歩同歩同銀からの二体勢攻めが、可能となった。タイブリッシャーの一飛車側が、稀にスズメ刺しを用いることがある。例えばフリッシャー穴熊崩しの地下鉄飛車定石の中で、スズメ刺しを用いる。アマチュア間で行われている金開き、アヒル囲い戦法では、 振り飛車ミのを崩す時にスズメ刺しを用いる。他方、振り飛車では、もともと第三から一図のような漠然とした、居飛車の構えに対して振り飛車側から気を見て橋攻めを狙う手法がある。飛車交換にもなりやすく、振り飛車が刺しやすくなる。しかも、第三から二図のように、早地掛け陣の場合六四歩からの仕掛けがあるので、七八金型であると橋攻めがしやすくなる。 第3から2図から9個同歩98比84比95594歩同校同校95歩同校同角94比97校95比同校6五歩92校成66歩56銀73系8になり強日五歩4 5銀65カツラ7になり強日57系なり91比なりなどの進行が考えられる第三から二図に戻って九五歩に変えて5六銀もあり四四銀ならば 角道が止まり、以下、九五歩同歩九八八四飛九五五九四歩同行、同行九五歩同行、同角九四飛九七五九五飛同行後、五行動銀同歩九二構成などの進行が予想される。また、角代わりでは、後手が六五歩と六筋の位を取る際に、先手の作戦としてスズメ刺しが使用されることがある。ありがとうございます。